どうも皆さんこんばんは、データのロリーです。今回はここ数日配信してなかった間のコープレイをちょっと動画管理で見ていこうかなと思います。はい、キットチェイスは僕ですね。結構エグい位置でバレてるんで、ちょっと初動としてはあまりよろしくないスタートです。はい、結構まずいペースで被弾しましたね。ただここギリギリ殴られる前に虫回収したので、虫のゲージを温存しながら転送することができました。これでも結構距離取れてますね。で、ここも殴るタイミングでギリ回収できたかな。いや、できてませんね。一発殴られてます。まあ殴られてるんですが、距離は取れてるので、とここでオフェンスが被弾。オフェンスのチェイスを見ていきましょう。多分タックルしようとしてミスったんかな。あれ、終わりませんね。これはどっちや。オフェンスですね。ラオリさんも歩いてお見せしてたんで、もうオフェンスを追ってしまおうということなんで、オフェンスが追われてます。はい、ガラティアのフェチェイスはね、もう結構ふんだんにボール使わないとあんまり距離が取れないんで、ガラティアチェイスするときはね、思い切って初手地でね、ボール全部使うぐらいの勢いです。はい、ここ素晴らしい気持ちだけです。うまいですね。はい、ここも板に行くと見せかけて窓枠に行くという素晴らしいフェイントを見せてくれました。このフェイントの方、なかなかいいチェイスをしてくれはりますね。あれ、僕この試合活躍したっけ。なんでです、保存してないの。まあいいか。はい、今もハカチェイスになります。おっと、これはオフェンスが上手すぎて諦めました。さあ、誰チェイスだこれは。ウンピーかな。ん、画家か。なるほど。これ多分ね、ハンター絵を見ないように、石像を構えて後ろを見て、絵を見ないようにというか、顔を見られないようにか。画家は数秒間ちょっと顔を見ないと絵が描けないので、それ対策をしてますね、このハンターの方。うまいです。はい、ただまあギリギリ顔を見ることに成功したので絵が描けましたと。ここでターゲットチェンジ、僕が割れます。まあ、結構全体負荷かかってるんですが、ターゲチェンのしすぎで誰も連れていません。まあ、あんまりね、タゲチェンしすぎるのも良くないですね。タゲチェンしすぎちゃうとやっぱ解読だけ回って誰も連れてないっていう状況が作られちゃうので、まあいい感じでサバイバーを一気に散らすことをお勧めします。ここ前にですね、ハンター、回収する読みで攻撃を振りませんでした。はい、ここも殴られる直前に虫を消すことによって虫を温存することができました。結構虫を使う上で重要ですね、この動き。やっぱ砂にね、全部殴らせちゃうと結構虫のね、減り早いんで、殴られる直前に回収していい感じにゲージを消耗させないようにするのが大事です。はい、これも塩はね、ほぼ飲みきてるんで、手を置いてる間に通電しました。素晴らしい連携。これハンターの方うまいですね。引き寄せの時に壁際に寄ることによってスタンの時間を短くしています。これはウンピーうまい。踏んでのとこで石像に乗って攻撃をかわしていく。さすがサンシスターのチェイサーよっ。うんち困る。はい、でこれ初釣りなんで、まあ誰かがね、中間圧をかけないといけないんですけど、まあ今画家と僕が回しててオフェンスが中間待機してくれてる感じかな。うん、でまあなんかオフェンスが追われてそうな感じがしたから、僕も一応ね、救助に向かって、画家も向かってるね。ハンターどこ行ったんやろ、これ。
うん、ここでカーペットに瞬間移動してくれたので、ラウリさんがいい感じに球場に向かってますよと。で、このまま。あー、これはいい連携やね。絵を置いて、絵を見てる間に、オフェンスと画家が逃げて、で、ウンピーと僕が反対ゲートから逃げると。はい、4逃げですね。素晴らしい連携でした。はい、工場の試合ですね。これ多分、いい連携ができたので録画したやつだと思います。所定は傭兵。まあ、ハンター、アソなので、さすがに傭兵は、終わないですね。はい。誰でしょう、セカンドケース。うんぴこ丸です。サンシスターのチェイサー。うんぴこ丸隠密しています。ここで板を倒して、己の位置をバラしていく。おっと、これはなかなか、ヤクザ、ヤクザな。ヤクザなチェイスですね。うん、いい感じに距離取れて。おっと、タゲチェン。これでラオリさんにタゲチェンと。サンシスターのチェイサーの次はゼータのチェイサーだ。はい、ここ狭い通路に無償いてね、ちゃんと妨害したので、追いつかれずに距離を取ることができました。はい、ここは読み勝ち。はい、ここも先倒しで、無視出して、はい、いい感じのこの細い通路にね、無視を置いて、こうすることで、距離が取れると。うん、2回も虫殴ったんで、ちょっとまあ虫の慣れは減ったんですけど、まあ距離が取れてね、死なずにチェイスができます。ここはちょっとハンターのランウェイが甘かったかな。うん。で、ここで進出希望ですと。この間に室外転反射と攻撃硬直で距離を取ります。でも虫乗るとね、足速くなるんで、もう一気に工場の方まで行っちゃいます。多分初手ポストマンが工場を回していたなってことで、時間的にもね、工場が上がってフリーになってるんで。まぁ、ちょっとチェイス、板一枚使っちゃったカラスよりかは全然工場でね、チェイスする方が伸びるんで。はい、ここも殴るタイミングで回収することで、虫のゲージを減らさずに、再活用できる感じですね。はい、ここで、うんぴこ丸選手の強気の粘着。おっと、これはランウェイで、あ、ガバ&ガバや。はい、うんぴにタゲチェンですね。では、僕はちょっと虫で邪魔してあげて、もうそのまますっと離れます。うんぴチェイスかな、これは。うんぴチェイスですね。噛まれて、おそらく磁石があと1個か。いや、ないか。なさそうですね。ただ、ポストマンがいるので、通電が早いです。まあまあ危ないな、これ。まあまあ危ないな。結構、ヒヤッとシーンが2回あったんで。まあ、ここ工場に板残ってるんで。これはギリギリ間に合わず死んでしまうが、ゲートは？うん、開きますね。てか、アンテも大体上下強制やから、勝ちですね。あざす、あざす。